こんにちはフフィフィです北朝鮮が韓国に対して敵対心をむき出しにしています金正恩総書記は韓国を一番の敵対国と見なすよう憲法の改正まで指示しましたまた韓国との窓口機関の廃止も決定しましたもう韓国との統一を目指すことはないという姿勢ですそれどころか関係を一切断絶すると表明しています あと、朝鮮半島での戦争を想定して、戦争が起きた時には、韓国を完全に占領して、北朝鮮の領土として編入すると、こうしたことも憲法に書くように指示しました。まあ、それって憲法に書くようなことではないんですけどね、もうよくわかりません。で、北朝鮮と韓国は休戦状態にあるとはいえ、まあ、お互いにやりとりできる窓口がありました。 例えば、祖国平和統一委員会や民族経済協力局、あと北朝鮮と韓国との観光事業を担ってきた観光局といった、まあ、いくつかの窓口機関があったんですが、北朝鮮は一方的にこれらを廃止すると決定しました。金総書記は先月の終わりに行った演説で、韓国とはもう今後統一することはない。 北朝鮮と韓国は敵対的な関係であり、戦時であるという関係へと転換していくと、こう強調しました。そして、金正恩総書記は、憲法にある韓国との平和統一、民族団結という表現は削除されなければならないと話しました。 で韓国に対しては、われわれの領土、領空、領海に0.001ミリでも侵攻すれば、それは戦争への挑発とみなされると、こう牽制しました一方で、韓国のユン・ソンニョル大統領は、このキム・ジョンウン氏の演説について、北朝鮮がいかに反民族的で、反歴史的な集団であることを北朝鮮自身が認めていると、こう反発しました。 北朝鮮は1月14日に中距離弾道ミサイルを発射しているんですけどえそのことに対してもユン大統領はもう何倍にもして北朝鮮を懲らしめてやると警告していますえ前のムン・ジェインさんと違って今のユン政権は北朝鮮に対して強硬派です前政権の北朝鮮への融和路線も改めて北朝鮮に強く出ているので 金正恩総書記は特ににユン・ソンソ大統領の存在を気に入らないんです。ただ、日本には違ってきているんですね。能登半島地震が起きたことに、金正恩総書記が岸田総理に対してお見舞いの電報を送っています。国際社会では珍しいことではありません。まあ、日頃は、 敵対している国であっても、災害や大きな災難、事件や事故があった際には、こうしてその国に見舞いのメッセージを送ることはよくあるんです。ただ、もしここに何か、金正恩氏の意図があると見るなら、日本に対しては、 こうした寄り添うような姿勢を見せて、一方で韓国に対して強硬姿勢を見せることで、韓国をより一層北朝鮮にとっての敵国だということを際立たせる狙いがあるのかもしれません。ちなみに、金正恩総書記が日本へ送ったお見舞いの言葉はこんな感じでした。不幸にも年初から日本では地震により多くの人命被害と物的な損失を受けたという知らせを受けた。 遺族と被害者に深い同情とお見舞いの意を表する、一日も早く地震の被害から復旧し、安定した生活を取り戻すことを願うと、まあ、こうした内容でした。北朝鮮は阪神・淡路大震災や東日本大震災などでも、日本に対してメッセージを送っているので、珍しいことではないんですけど、 今回は総書記の名前でお見舞いの電報を日本へ送ったので異例だと報じられたんです。まあそうしたことがこれまでにはなかったからなんですね。しかも岸田総理を閣下と呼んでいます。まあいずれにしてもこれあえて金正恩総書記は岸田総理と韓国のユン・ソンニョル大統領との対応に大きな差があることを見せる狙いがあるんです。 まあ同じ民族であるだけに北朝鮮にとって今の韓国の姿勢は特に許せないでしょう。韓国のユン大統領は北朝鮮に対して強硬姿勢で日米韓の結束を強める方向に動いています。まあ、今月に入ってからも北朝鮮はミサイルを打ち上げていますしこれまで以上に北朝鮮有事勃発への緊張が高まっています。 むしろ中国よりも北朝鮮の方が軍事行動へ暴発しやすいんです。国内の情勢がギリギリのところに追い込まれているので暴走する可能性が高いんです。北朝鮮では合社が出るほど多くの人民が食糧難の状況にあります。ただいざ有事が起きても今の北朝鮮人民は国のために死にたくないというのが本音です。 上ばかりがいい思いをして自分たちが苦しんでいるのに、なんで命を捧げなきゃいけないんだと思っています。しかも国家を守るためでもなく、金正恩政権を維持するために戦うなんて、まっぴらごめんなわけです。普通、大体の国では、退役軍人は一般の国民よりも優遇されます。北朝鮮もかつては同じでした。退役軍人は、福利厚生の恩恵を受けて、 社会的にも高い地位を持っていました。でもこれが今は違います。財政難から現役の兵士も、そして退役軍人も、その多くは貧困に苦しんでいます。今の北朝鮮では、一般住民はもちろん、国のために戦う兵士までもが劣悪な環境にあるんです。 今後戦争が起きたとして誰がそんな国のために命がけで戦おうとするでしょうか街中に掲げられたスローガンだけは立派ですが中身はボロボロな国家なんですでも北朝鮮の人々はそれを批判することが許されません前に団地の壁に金正恩の「犬野郎という落書きが見つかってもう国中で犯人捜しが行われたということがあったんですけど その後1人の後人男性が拘束されました。まあ、本人はやっていないと否定していたんですが総書記を罵る落書きをしたということでもうありとあらゆる拷問を受けて、まあ、その後釈放されたそうです、まあ、日本では自由に政権批判もできますが北朝鮮はそんなことは絶対許されません国から何もしてもらってないのにそれでも国家への忠誠心を誓って戦争が始まれば真っ先に 命をかけけてて戦わなくてはいけません北朝鮮有事の危機が高まっている中で北朝鮮の人たちが金正恩総書記の暴走を恐れていますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィーチャンネルの登録もお願いします